里崎チャンネル。こちら、里崎チャンネル好きベストナイン発表です。1年間かけてやってきましたよ、総チェック。それの毎週ベストナインを発表した。だから本当のね、ベストナインはまだ誰が選手になってるか分かりません。なぜならまだ11月だからっていうね。まあ記者の人がね、投票してね、まあベストナインをね、発表していくんでしょうと。でも佐々木は全試合をチェックしながら、開幕からね、もうほぼ9月の最終週ぐらいまでかな、毎週ベストナインを発表して、それによる合計点が高い人が佐々木チャンネル式ベストナインということで、最後佐々木がね1年間つけてきた中で24週です。だから6ヶ月の全試合を見た中でベストナイン発表していきます。まずはピッチャーから。2023年 NPB アワード by 佐々木チャンネルベストナインの発表です。投手、埼玉西武ライオンズ高橋光成。おお、ありがとうございます。得票数4点になります。今こちらに得票ね出てますけども、はい、ね、2位が宮城の3位、山崎幸也、今井、上沢、山本由伸と。ピッチャー難しいのよ、完封したら勝ちだから。正直ね、そういったところでは田崎チャンネル式ベストナイン高橋光成選手。続いてキャッチャーです。キャッチャー森友哉、オリックスバファローズ。キャッチャーでは7点7点で若月と同点なんだけども、はい、まあ、DH で1回森があるということで8得点になりますから、若月より1ポイント高いというところで、森が佐々木チャンネル式ベストナインで選ばれました。甲斐が6回、マルチネス4、グッジ2っていうねところでは森がね。ファーストオリックスバファローズ頓宮裕真、7回。で、まぶらよ、中村晃6回だからね、迫ってきてた。牧野4回、山口2回っていうね、ところでは。でも、7回だからね、かなり得票数大きいよね。セカンド、埼玉西武、外崎修斗、7回。時点がね、あの浅村の6回っていうね、セカンド DH っていうね。で、小深田も頑張ったけどね、でも、外崎7回だからね、すごいよね。次、サード。ソフトバンクホークス栗原、怪我で結構いなかったのね。そうですよね、これ怪我だからもう前半ずっと栗原だったんだろうね、はい、打点王だったもんな、前半ね。そうですね、うん、サード5回、 DH1 回、計6回っていうところで、清宮、安田の5回、5回も頑張ったけどね、この栗原の DH でも1回取ってるから6点になってるからね、はい、よっぽど前半の貯金がね、はい、物言ったよね。続いてショート、オリックスバファローズ紅林幸太郎、ベストライン6回、今宮5回、1点足りず、源田3回、ね、村林も3回、頑張ったね、ね。レフト、ソフトバンクホークス近藤健介。これ佐々木チャンネルのベストナインのいいところは、はい、ポジション別だから、本チャンのベストナインゴールデングラブは外野だけだから、はい、ほぼセンターのやつばっかりになるけど、佐々木チャンネル式はレフトはレフト、センターはセンター、ライトはライトだから。近藤二冠王だからね、これはもう順当だね。センター、オリックスバファローズ中川圭人。おー、10回で10回っすよねこれ、うん、最多タイで、近藤も10回なんだよ、 DH のとこと合わせたら最多タイ。辰巳5回、はい、シュート3回、長谷川、藤原2回、牧原怪我したら痛かったね、うん、10回だよ、なんかダントツだね。ダントツですね、うん。で、続いてライト、柳田悠岐ソフトバンクホークス9回、万波7回、小郷5回、おこ頑張った ね、 ね、うん。 DH ポランコロッテ、おー来ました。これポランコとね、浅村が6票ずつで同数なのよ、並んでるけども、まあ、ホームラン王っていうことでポランコ、うん、まあ、DH だけで見たらポランコ選手4回ですから、うん、そうだね、浅村選手1個多い、うん、ここはもう独断と偏見で、はい、ポランコだね。最優秀リリーフ、今年から新設です、はい、松井裕樹、4回、リリーフ難しいからね。そうですね、守護神だけじゃなくてリリーフも全部入ってるからね、はい、そういった中でね、4回ダントツだからね、うん、ということでピッチャー高橋光成、キャッチャー森友哉、ファースト頓宮、セカンド外崎、サード栗原、ショート紅林、レフト近藤、センター中川、ライト柳田、 DH ポランコ、リリーフ松井裕樹と決まりました。おえーえ、めっちゃちゃんとしてない、まだ発表されてないから分かんないけども、はい、違うとこで考えたら、
多分ピッチャーは山本やな、本ちゃんはね。あとキャッチャーが若月になる可能性あるね。まあそうですよね、うん、ここ森のね DH の1個っていう、まあここずっとキャッチャーでそう1週間にそのポジションを1個でも守ってた場合はどっちかで取れるっていうところもあったから、ひょっとしたらここ若月も取らしたいけど森も取らしたいっていう時に森が DH になってるから、じゃあ森 DH で動かして若月キャッチャーにしようっていうパターンもあるわけよ、はい、でこれがもし DH になってなかったら森の方がなってたりする可能性もあるから、そういった面ではどっちで取ってるっていうのが大事じゃなくてやっぱ取ってる回数の方が大事だから、はい、まあ、ここはね8回っていうところで森になったんだけど、ここはリアルで言うと若月になる可能性はあるよね。この可能性高いですね、うん、でファーストトングはそうでしょ、はい、セカンド殿崎、セカンドどうなんだろうね、浅村と殿崎の勝負かな、ベストラインだと ね、そうですね、うん、浅村も最後がすごい頑張ったからね、はい、だからここも浅村になる可能性がひょっとしたらあるかも分かんないけど、浅村も6点だから1点差だからね、はい、殿崎と。サード栗原、サードは栗原ないか、ちょっと休みないですね、無理じゃないですか。あ、そうだね、はい、うん、でショート紅林、これはもう紅林でしょ、うん、ベストラインはね。で外野近藤、中川、柳田、これもどうな、ライトが、まあ、ライトないからね、外野3人だからね、ベストラインはポジション別じゃないからもう全部フリーになっちゃうのよ。コンちゃんは多分選ばれますね、うん、柳田も選ばれるでしょ。そうなんですね、うん、まあ、中川君は多分選ばれると思うんですよ。じゃあもうこれもじゃあワンちゃんがどうなのかなっていう、あ、成績、成績的な問題で、まああとはね、選ぶ人の好みだ、好みだからね。柳田2割9分9厘だよ。そうやね、打率万波2割6分5厘、ホームランは万波25本、柳田22本、打点が柳田85、万波74だからね、まあ、柳田の方が2個上回ってるからね、これだけで言うとね。そういうことそうやね、うん、まあどうなるかで、 DH ポランコそこそこ当たってんじゃん、リアル感ない、リアルだと思いますね、はい、まあ、これがね里崎アワード、あの2023年里崎チャンネル式ベストナイン選手です。でもやっぱ俺の1週間のやつだけでも結構整合性あるで。そうですね、うん、正直ね。ってなるとこう2番とかでこうタイとかで清宮君が例えば5とか、うん、安田が5とかっていうところワンチャンあったってことですよね。あった、もうちょっと言ったらやっぱり成績もグッとこう、うん、だからこれ見ると分かりますよね、チームの今のあれが。そうだね、はい、うん、やっぱ源田がさんっていうところがちょっとね怪我もあって苦しかったよなっていうね、まあ、辰巳頑張ったねっていうね、今年ね、やっぱりだから辰巳以下の選手が他他球団もいないセンターがあったとして、そうだね、うん、そうですよね。最後に里崎チャンネル式パリーグ MVP の発表です。ドゥルルルルルチャン、里崎チャンネル式2023年パシフィックリーグ MVP はオリックスバファローズ長谷川圭太、おめでとうございます。まあ、はい、得票数10っていうところでね。そうですね、まあ、これはねライバル関係にもよるから、ライバルが多いところっていうのはね、うん、なかなか数を伸ばせないから不公平感あるやろうっていう声もあるかもわかんないけども、この里崎チャンネル式は里崎の独断と偏見で決まるんで、そういう批判受け付けておりません。そうですね、もうあの数が高い人が MVP っていうね、はい、ところ であとね、ソフトバンク近藤選手も10個取ってんだけども、はい、これやっぱりね優勝補正が入りまして、長谷川選手に同数ですけども、はい、まあ、優勝したということで MVP 送りたいと思います、はい、ということで、はい、これ今度本ちゃんのベストライン、あと里崎指数日刊スポーツベストラインもあるから、それを全部合わせて全部1位だったらすごいからね。すごいですね、うん、だからスーパーベストラインをまた発表しますので、はい、ね、皆さん里崎チャンネル式パリーグベストラインどうでしたか。